しんちは、ケラエコ原作の漫画作品、並びに、それを原作とした、テレビアニメ作品。1994年6月5日、読売新聞日曜版にて、連載開始。2002年1月6日から2006年3月19日までは、各週連載、それ以降は毎週連載となった。基本的に、等しいサイズの長方形23個まで構成された1話。 完結形式である。1995年にメディアファクトリーよりコミックス化された。単行本は全21巻が刊行されている。1996年には文芸春秋漫画賞を受賞。2002年にテレビアニメ化、テレビ朝日で放送された。2003年にアニメ映画化。2010年には 3D アニメ映画化される。2012年3月11日に 読売新聞日曜版での連載が終了したが、2019年12月23日に、掲載紙をあえらに変更して継続している。2016年に1月時点で、累計発行部数は1200万部を記録している。物語は、良くも悪くも、大雑把で節約志向の母、無口でマイペースな父、地味で奥手であり少し土ジな高校生のみかん、シャイで恋などには疎いが、 ナイーブで理論派、堅実な性格の中学生の弟ゆずひこで構成された立花屋を中心に展開されている。他にも個性的なたくさんのキャラクターが生き生きと描かれている。話は連載開始直後はみかんと母をメインとした家族中心であった。しかし連載が続くにつれて家族それぞれの人間関係が織りなすエピソードも描かれるようになっていった。 アニメ作品での物語の舞台は、西東京市田無市であり、一家は5階建てマンション 3LDK に居住という設定である。最寄り駅である田無市駅をはじめ、西武新宿線や西武バス、関東バス、西東京市のコミュニティバスの花バスなどが作中でも忠実に再現されている。原作単行本は中国語や韓国語に翻訳出版されているほか、テレビアニメは、 韓国、台湾、香港、インドネシア、マレーシア、インドでも放送されている。2003年10月、本作の母が、経済産業省、3R 推進月間キャンペーンの、ポスターキャラクターに起用された。アニメ第1期最終回前日の2009年9月18日に、アタシンチウェブ公式サイトが立ち上がり、現在も、アタシンチの企画や制作が続けられている。 2015年1月30日リニューアルオープン。また他にも第一三協株式会社が制作したアタシンチの健康というフラッシュアニメが配信された。これはアタシンチを舞台にした生活習慣病の誤解を解決する目的で制作された。2010年11月13日から 3D 映画として再び映画化されることが決定し、 同年6月24日から公式サイトが公開された。2011年4月6日の読売新聞長官で、コボちゃんの小学校入学を記念し、コボちゃんとのコラボレーション漫画、コボちゃんちが掲載された。2012年3月11日をもって、日曜版での連載を終了17年弱の歴史に幕を閉じた。終了後の2週は作者へのインタビューが掲載された。 2015年10月から2016年4月まで半年間、アニマックスにて完全新作となるアニメ、新アタシンチが放送された。2019年12月、初の傑作戦となるアタシンチベストが朝日新聞出版から発行されることが発表。合わせて、同書特設サイトにて2020年から再開される、新作がアエラで連載されることが発表された。 また2020年2月上旬からは作品配信サイトノートでも掲載されることも告知されている。2020年5月、あたしんち公式 YouTube チャンネルを開設した。15日からアニメ作品が期間限定で順次無料公開されている。2021年7月6日より公式 YouTube チャンネルにてムービーコミックの配信が開始。 2002年4月19日から2009年9月19日までテレビ朝日他で放送全330回海外でも韓国台湾香港で放送されているまたテレビ版放送期間中の2003年12月6日と終了後の2010年11月13日に劇場版が公開された2002年4月から2004年9月までは クレヨンしんちゃん移動後の全国ネットワークの金曜19時30分 -19、54? に、クロスネット局の福井放送とテレビ宮崎を除く、テレビ朝日系列24局と、TBS 系列のチューリップテレビの計25局で放送されていた。最高視聴率14.7%、平均視聴率12.5%を記録した。2004年10月からは、 とスペの開始に伴い、クレヨンしんちゃんが再びこの枠に移動したため、同年10月16日に放送された、クレヨンしんちゃんとのコラボスペシャルをもって19時枠及び、全国ネットでの放送は終了し、翌週の同年10月23日からは、土曜11時15分 -11、39のローカル枠への移動となった。なお、各局の番組編成の事情等により、 これと同時に放送が打ち切り終了となったつぼねも多かった。同年11月6日、放送分より字幕放送を実施。2006年4月8日、放送分からハイビジョン制作を開始し、サブタイトルアニメーション等も一新された。また、同じく2006年4月から BS 朝日で第1話から放送が開始された。2006年10月7日、放送分で 放送200回を迎えた。2007年3月には放送も周年を迎え、テレビ朝日がある、六本木ヒルズでは放送5周年イベントを開催された。2009年9月19日放送分、第330回をもって終了し、7年半の放送に終止符を打った。現在、アニメ DVD が販売されている。サイバーエージェントとテレビ朝日が運営している。 インターネットテレビ局、アベマの家族アニメみんなのアニメチャンネルにて2016年4月11日の本放送開始と同時に再放送を開始したが、オープニングとエンディングは割愛され、本編から放送している。当初の監督は、第一平太郎。しかし、当時のプロデューサーとの意見の違いが原因で、第5回をもって自主降板し、一時的に監督が不在となるが、 第9回からは安み哲夫が監督となった。各話の流れは原作に忠実だが、23コマを1話にしようとすると差しが余ってしまう関係で、アニメオリジナルのカットやオチが追加されることが多い。また、原作のその話に登場するキャラクターが、アニメ化の際キャラクターが増やされていたり、変更されていることが多い。アニメには、珍しい実写の映像などを使ったりした。なお、 原作の最初期のみ、みかんの部屋と学年が現在と異なっていたが、アニメ版では、最初から高校2年生で、ゆずひこの部屋の隣という設定にされている。第1期1話から16話までは原作に忠実に、沿った展開で、キャラクターのセリフの間に長い間がたびたびあったり、背景も、初期では描かれないないしは、一式で表現され細部は見られないことが多かった。 本編中にアイキャッチも多く使われており、その多くは白の背景に7個の点が出る演出。本作のタイトルロゴが出現し、それを進行状況に合わせて異なる人物が一人で読み上げるというものであった。また、おまけの数も多かった。17話以降は背景の描写がなされアイキャッチも本編の各パート終了後のみに変更。 2006年頃から完全アニメオリジナルの作品が多くなり、まんま立花の料理対決が放送されたり、2007年には江戸時代を舞台にしたスピンオフ作品がシリーズ化され2009年まで続いた。2008年頃には番外編が非常に多くなり、その中で昭和時代を舞台にした昭和立花いう物語がシリーズ化された。番外編では、 あたしんち本筋の世界と設定が変更されている。最終回までのネット局テレビ北海道以外はすべて、テレビ朝日系列。なお、上記のネット局のうち制作局のテレビ朝日のほか、系列局の山形テレビ、長野朝日放送、朝日放送、愛媛朝日テレビの5局は放送終了後、5番組として、ご指定物語を放送した。 途中で放送を終了した曲チューリップテレビ以外はすべてテレビ朝日系列。海外での放送韓国題名。韓国5番題名はアタシンチに五感を似せたもので特に意味はない。もともとは韓国語でアタシンチという意味のウリチ部とする予定だったが日本からの要請でこのような題名になった。かつてはトゥーニバースで放送されたことがあったが 現在、2017年7月10日から、ディズニーチャンネルで放送されている。母は、ハンエスク、父は、およんぼく、みかんは、お、あり、ゆずひこは、おどんどんとなっている。台湾題名、ガモンシャイ一家母は、花高、父は花、みかんは、立花子、ゆずひこはゆず。台湾で東森総合大は平日毎日、ヨヨトブは、 毎日何回も放映しているので同じエピソードを繰り返し放映しているが、不動の人気番組となっている。なお、花かかは、鉛の強い台湾国語を話し、時々台湾語も話す。また初代 OPED 局の中国語を吹き替え版だけで放映されている。香港代名、ガモン社一家母は、話し、ない、父は、花郎や、みかんは花、大漢、ゆずひこは花、 対決。無線電子で放送されていた。スタッフ主題歌日付はすべて、関東地区のものである。オープニングテーマエンディングテーマ、挿入価格はリストおまけテレビアニメでは、AB パート直後やエンディング前後に、おまけのショートコントが挿入される場合がある。イアン・ソープや野原慎之介、小泉京子、普段は予告アナウンサーやアクでナレーションをしている、萩野塩子もこのコーナーに登場した。 肖像権等の都合上、DVD や BS 朝日、テレ朝チャンネル等での再放送では一部のコーナーはカットされている。一部の以下に代表的なものを列挙する。第2期ではおまけが廃止された。2015年10月6日から2016年4月5日に新アタシンチのタイトルでアニマックスにて放送された。前作とは異なり、7分エピソードの3本だけ構成となる。 監督は、小倉博文が担当し、一部の回は、原作者のケラエイコによる、オリジナル脚本で制作された。2020年12月4日より、BS 朝日にて、金曜日23時から1時間枠で放送を開始したが、2021年1月1日は30分枠、1月8日以降は20分枠となり、各回の3話目と次回予告をカットした形での、 放送となっている。なお2020年12月25日と2021年1月1日は放送会を入れ替えて放送された。2021年3月26日をもって打ち切りとなった。スタッフ主題価格はリスト2003年12月6日にテレビ朝日開局45周年記念として母とみかんの入れ替わりを描いたアニメ映画、映画あたしんちが公開された。 東映配給。上映時間は95分。監督は、安美哲夫。脚本は、両沢和之、高橋夏子。主題歌は、矢野明子。東映、テレビ朝日、新映動画提携作品及びテレビ朝日開局45周年、記念作品でもある。初期段階のタイトルは、お正月映画あたしん、ちだった。キャッチコピーは、初期段階では、祝。 母スクリーンデビュー、この冬立花家に何かが起こる。で、公開間近では、ええー、母とみかんが入れ替わったどうなるどうするテレビ放送開始前から、テレビ朝日と東映との間で映画の企画は、水面下で進められていた。テレビ朝日と東映は、公開前に、家族みんなで楽しめる作品として、国民的アニメとして、10年、20年続くシリーズにしたいと語り、 第2のドラえもんとなるべく目標工業収入を30億円と掲げた。主人公の着ぐるみ10体が全国各地の個人的イベントなど出張要請のあった場所を訪れるという異例のキャンペーンを打ったものの最終的に工業収入は9億円と目標を下回りシリーズ化はならなかった。テレビでは2005年4月2日にテレビ朝日系列で放送され、 2007年7月7日深夜にもテレビ朝日のみで再放送された。本編の DVD は2004年4月25日発売。海外では台湾で2007年2月9日から上映され、香港でも2008年1月17日から上映、公開2週目にチケット売り上げ1位を記録した。ストーリーある嵐の日。 母とミカんは雷に打たれたショックでお互いの体が入れ替わってしまった。なんとか元に戻ろうとするが何度やってもうまくいかない。そこで二人は元に戻るまでそれぞれ本人のふりをしようとするが二人ともハプニングの連続でなかなかうまくいかない。そんなある日、修学旅行に行くと聞いたミカんは一番の親友、シミちゃんに訳を話すとシミちゃんは少しも疑わず、 その話を聞き入れ、ミカンと母を修学旅行に連れて行くことにした。ミカンと母は修学旅行先でハトと入れ替わった男性、田中と出会う。田中を立花家に迎え入れ、彼らは何とか元に戻るよう計画を立てる。スタッフ主題歌映画第2弾で 3D 映画として、劇場版 3D や多心地上熱の著聴能力、母大暴走。 が2010年11月13日に公開された、東映配給。上映時間は43分。新映動画初の 3D 映画。監督は、長編映画初監督作品となる、高橋渡る。脚本は、大野木博士。主題歌は、矢沢陽子が担当。なお、前作及びテレビシリーズにて監督を担当した安美。鉄夫は、監修を担当する。 キャッチコピーは発表します。母が超能力を使えるようになりました。エピソードストーリー母がいつものように買い物へ出かけていると突如雷が母に直撃した。しかし変化なく焦げた姿のまま家に帰ると雷が直撃したせいで超能力が使えるようになった。母は超能力を家族や友人に見せ合い、時にはコスプレをして人々を助けるということに、 超能力を使い放題していた。しかし、母の帰りが遅くなることが気になるミカンがついに起こり、父、ユズにも違和感を感じる。母は、ミカンの態度に頭に来たのか、超能力でミカンを吹き飛ばしてしまう。母は、ショックを受け、超能力で家をめちゃくちゃにし、さらにはマンションまでも倒壊する、間近になってしまった。スタッフ主題歌映画あたしんちに関するカテゴリー、 劇場版 3D あたしんち情熱の著聴能力、母大暴走に関するカテゴリ新あたしんちに関するカテゴリありがとうございます。